カットライン。俺の名前はヒロシ。小さな電話会社で主任をやっています。この会社は出世するほど仕事も責任も増えるのですが、給料は大して変わらないと言われています。そのため優秀な人はどんどん出ていってしまうし、求人にも年がら年中苦戦しています。それとは別に、この会社には大いなる謎がありました。それは社長の存在です。仕事は誠実真剣に、そして心から楽しむこと。今月の目標は。なぜか棒読みで喋るんです。それだけならまだ変わった人だなーって程度なんですが、明日からまた会社が、なんか連休寝て終わっちゃったな。ヒロシ君。社長、なんでこんなとこにいるんですか。たまたま通りかかった。たまたま。なぜか神出鬼没。他の社員たちもプライベートで社長を見かけたという証言を数多く残しています。また物理的に神出鬼没なだけでなく、会社の方針や社長命令も山の天気のようにコロコロ変わったりするんです。でも一番厄介なのが。社長のやつ何考えてんだ。現場の苦労も知らないで。もしもし。社長、お疲れ様です。君は会社のことを悪く思っているね。めっそうもない。誠実に真剣に頑張ってます。再教育徹底。ちょ、なんでですか。なぜか思想警察。仮に会社で仕事の愚痴を言おうものなら、ボーナスをカットされるという伝承までありました。そんな中、一人だけ社長に堂々と接している人物がいました。社長、今日もご機嫌麗しいことで。楽しいな。大きな仕事は楽しいな。いや、全くです。ところで、私もそろそろ役員になりたいんですが。いいよ。本当ですか？ありがとうございます。この男性は現在部長の今夜さん。あの二人の唇を見るに、社長は今夜さんに何か弱みでも握られてんじゃないかっていうのが俺の推測です。そんな今夜さんはイケメンの辻君に幹事をやらせて合コンに行くのが趣味でした。はじめまして、モモです。おお、モモちゃんか。かわいいな。でしょ。いや、ほんと今夜さんに気に入ってもらえて俺も鼻高々ですわ。やっぱできるやつは女関係もうまいんだよな。モモちゃん、こいつとはどこで知り合ったの。はい、佐々木くんとは高校の同級生です。あ、辻です。大学の同期です。あ、大学の同期です。おお、そうかそうか。いや、しかし最近の若いやつはな、全く骨がねえんだな。だらしねえったらありゃしないよな。筋肉ばっかりですもんね。マッチョ嫌い。いや、そういうことじゃないと思う。そうそう、ももちゃんとは気が合いそうだな。いいんかい。ももさん、ももさん、俺辻です。辻。なになに。お前、何俺のももちゃんくどいてんだよ。おい、ダメだぞ、こういう男についてちゃ。俺が守ってやろうか。ぜひぜひ。しかし、そんな合コン三昧の日々もあまり長くは続きませんでした。おい辻、今度合コン行くからよ、またメンバー集めとけよ。いや、実はもう祖母が入院してしまいまして。あ、なんだ、合コン行かねえのか。はい、ちょっと見てやらないと。なんだよお前、だらしねえな。いや、だらしないとかあるとかじゃなくね。はい、すいません、本当は俺も行きたいんですけど、この関係で当分無理かも。おいおい、お前がいなきゃ話になんねえだろ。女の子たち俺に会いたがってんだろ。はい、そうなんですけど、すいません。お前頼むぜ、ほんと俺のこの腕がよ、女を惚れさせるテクニックがうずいてんだよ。勝率 0% だけどな。はい、申し訳ないっす。その後も今夜さんの合コン命令は一向に終わりませんでした。辻君もなぜかその都度身内が倒れるんですね。だからこれは今夜さんをかわすための言い訳だと俺にもだんだん分かってきました。そしてとうとう辻君は俺に助けを求めてきたのです。助けてください、もう今夜さんに会わせる女の子がいないんです。なんすかそれ、正直に言えばいいんじゃないの。ここまで来て本当のことなんか言えないですよ。実は辻君は上司に媚びを売ろうと思って今夜さんの合コン命令に全力で応えていたそうです。ところが今夜さんの話があまりにもつまらないので、友人の間では辻くんの合コンには行かない方がいいという常識が出来上がってしまったそうなんです。へえ、
でもよくあんな何回も人集められましたね。友達代行に決まってるじゃないですか。最近は安い桜しか雇えなくて、設定とか全然覚えてくれないし、お金ももうないし。いや悪いですけど、俺力になれないですよ。そんな白状だ。いや白状なんじゃなくて友達いないんです。陰キャですよ俺。白状だから友達いないんですよ。それ人に物を頼む態度か。すいませんけど、これはもうはっきり断るしかないですよ。頑張りましょう。どう切り出せばいいんだろう。ところが事態は思わぬ方向に動き出しました。おい土、合コン行こうぜ。辻君頑張ってくださいね。こういう時は勇気ですよ。いやすいません、ヒロシが女の子集めてくれるって言ってました。はい。おいヒロシ、お前か。お前友達いんのか。いねえだろ。いるわけないでしょ、引きこもりですよ。バカろお前、少しはノミニケーション大事にしろ。わかったな。わかんないです。あ、バカかお前。やると決めたらやりきるのが男だろうがよ。そんなんだから一生主任なんだよお前は。仕事と合コン関係ないじゃないですか。バカ野郎、合コン頑張れねえやつがどうやって仕事頑張るんだ。知った男見せろ。3人でいいから、たった3人。そんくらいいるだろ、友達でも兄弟でもよ。誰でもいいですか。可愛い子選べよ。ブスしかいなきゃしょうがねえけどな。じゃあ分かりました、なんとかやってみます。おう、期待してるぞ。今夜さんの圧に押され、俺はとうとう合コンの幹事を引き受けてしまいました。なんでやるって言っちゃったんだろう。しかし俺のアドレス帳に入っている女性はお母さんを入れてもたった3人。しかも合コンなんて来る人の方が稀なんですよ。そしていよいよその日がやってきたわけですが、私の名前は田中かなた。上から読んでも下から読んでも田中かなた。かな子、今日のお前は田中かな子だってば。なんで第一声で間違えるかな。さなって言います。こういうの初めてなのでお手柔らかにお願いしますね。あたしリボンちゃんよ。あたしの愛を受け止められる男性はいるのかしら。もうダメだ、この世の終わりだ。でも合コン慣れてる今夜さんならワンちゃんうまく盛り上げて。なんだよこれ、お前ブスばっかじゃねえか。ノーストレートに来た。大谷翔平もびっくりするレベルの剛速球来た。何よ失礼よ。男性たちに少しでも可愛いって思ってもらえるように2時間かけておめかししたんだから。そんだけブスじゃ何やってもブスだよブス。あーその子田中は結構美人だな。ちょっと何言ってるかわからない。なんですって、こんな侮辱は初めてよ。なんで。失礼しちゃうわね、私帰ります。デリカシーのないメンズって大嫌い。俺を置いてかないで。おいおい、お前らのせいで唯一まともなのが帰っちまったじゃねえか。俺ここ払わねえからな。君はサナだっけ。うん。声ちっちゃいな。ブスは愛嬌ねえと男に相手してもらえねえぞ。わー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 。お前は引っ込んでろボケ。まずね、君何歳。まあ俺より年上ってことはねえだろう。俺何歳に見える。100歳。バーカ。お、ブスのくせに言うね。ちょっと若いからって年上に敬語使えねえようだとやってけねえぞ。ブスブス言うな、やめろ。だってブスなんだからしょうがねえだろうよ。え、お前が連れてきたブス、やっぱ陰キャの仲間はブスしかいねえんだな。おとなしく辻にやらせりゃよかったよ。作戦タイム。今夜さん、ちょっとトイレ行きましょう。トイレ。お、なんか隠し玉あんの。すいません二人とも、今回俺全部怒るんで許して。はあ、ヒロシ、あれはちょっとパスだ。いくらなんでももうちょっとマシな女連れてくると思ってたよ。ま、俺先に帰ってっからよ。あとはお前らで飲んでけ。小屋さん。泣くなよ、男だろ。こういう失敗は次で見返せばいいんだよ。あれ、社長の娘さんなんですけど。え？そう。何を隠そう、サナさんはうちの社長令嬢です。他に呼べる人いなかったんですよ。そして次の瞬間、とんでもないことが起こりました。聞いちゃった。サナの悪口聞いちゃった。お、社長！寝室鬼没。聞いちゃった聞いちゃった。待ってください、社長。あの人どっから現れてんの。パパ、あいつマジありえない。あ、そうだね。絶対クビにして。今田
たった今クビにして。ああいいよ。申し訳ございませんでした。ちょっとお酒の勢いでつい口が滑ったと言いますか。やだクズ最低。おめえの方が決めんしくせんしつまんねえんだよ。頭腐ってんじゃないのこのゴミクズ。そうよそうよ、女の敵よ。パパこいつクビって言って、早く。あクビだよ。わかった、消えて。くそー、黙って聞いてりゃ調子に乗りやがって。社長確かにね、娘さんにちょっと冗談が過ぎたのは謝りますよ。すまないすまない、冗談ですまない。でもですよ、これから役員になる人間を娘の一言でクビにするんですか。娘っつっても会社からしたら部外者ですよ。監査役ですけど何か。ふわ、サナさんが叩きつけたのは俺たちの会社の監査役の名刺でした。俺もこの時初めて知りました。どうやら社長を陰で動かしていたのはこの人だったみたいです。なんてことを。俺は役員を侮辱してしまったのか。さっさと消えろっつってんだろうが、耳ついてねえのかゴキブリ野郎。そうよそうよ、あんたなんか害虫だわ。社長嘘ですよね、俺役員になれるんですよね。ダメダメだよ、今日でクビ。そんな。こうして今夜さんの出世街道はものの5分で断たれてしまったのでした。それから次の月曜日、今夜さんは一応会社に来てみたものの。君はクビだよ、本当だよ。ガチですか、本当に終わりなんですか。うん。ああ見えて社長も相当怒っているらしく、午前中のうちに今夜さんのデスクを片付けてしまいました。その後今夜さんがいなくなったおかげで俺と辻君はすっかり快適に働けるようになりました。ああ仕事はなんて楽しいんだ。サナさんはその後も会社に現れることはありませんでしたが、会社の登記簿を見る限り今も監査役ではあるみたいです。実態としてどうなっているのかは謎のままです。ねえねえ今どんな気持ち。ねえどんな気持ち。くおー、酒の席で人生を台無しにするなんて、悔やんでも悔やみきれません。人は見た目じゃないのです。あと私男です。なに見る目ねえな。口は災いのもとです。最後までご覧いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ぜひ他の動画もチェックしてくださいね。それではまた次の動画でお会いしましょう。